こんにちは。今日はダイソーのメランジトリコ、クレート、グリッターベール、ローズダストを使ってワンコワンピースを編んでいきます。使うかぎ針は8号と7号です。こちらのワンコワンピースはメランジトリコで、首周りから本体を編みます。本体が編み終わりましたら、グリッターベールでフリルを編んでいきます。それではまずメランジトリコを使って本体部分を編んでいきます。かぎ針は8号です。まずは作り目から編んでいきます。鎖編みが4目、1、2、3、4、1つ目の鎖編みに針を入れて長編み、作り目が1回編めました。2回目からは鎖編みは3目です。1、2、3、先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み、作り目が2回できました。次は3回目、鎖編みが3目、先ほど編んだ長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編み、これを繰り返して作り目が14回になるまで編んでいきます。作り目が14回できました。半分に折って17センチぐらいになっています。こちらが首回りになりますので、編み始めの鎖編みに針を入れて引き抜き編みをして輪にします。ここでワンちゃんの頭に入るかどうか確認してみてください。サイズ変更をする場合は偶数であれば何回でも大丈夫です。それでは1段目を編んでいきます。作り目の内側が長編み側、外側が鎖編み側になっています。1段目は鎖編みの方に編んでいきます。1つ目の作り目に針を入れて引き抜き編み、ここから鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが2、次の作り目に長編みが3目、次の作り目にも長編みが3目。このようにして1つの作り目に対して長編みを3目ずつ編んでいきます。最後まで編んできました。立ち上がりを含めて42目になっています。マーカーの目に引き抜き編み、これで1段目が編めました。次は2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。長編み1目に対して長編みを1目ずつ最後まで編んでいきます。2段目も立ち上がりを含めて42目になります。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。ここから背中部分とお腹部分に分けて編んでいきます。背中部分を24目、足のところを3目開けて、お腹部分を12目、足のところを3目開けて、全部で42目にします。まずは背中部分の24目を編んでいきます。
鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。長編み1目に対して長編みを1目ずつ24目になるまで編んでいきます。立ち上がりを含めて24目編んでいきました。ここから背中部分の2段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。一つ目の長編みを飛ばして次の長編みから長編みを一目ずつ編んでいきます。二段目も立ち上がりを含めて24目になります。最後まで編んでいきました。24目目はこのマーカーのところに長編みを編みます。これで2段目が編めました。次は3段目。3段目も同じです。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返して1つ目の長編みを飛ばして次の長編みの頭に長編み、長編みを一目ずつ最後まで編んでいきます。3段目最後まで編んでいきました。背中部分はここで一度糸をカットします。鎖編みが3目、そしてもう一度糸を引き抜いて糸端を20センチぐらい残してカットします。次にお腹部分を編んでいきます。この背中部分の編み終わりから3目飛ばします。 1,2,3 4目目に針を入れて糸をかけて持ってきます。ここから鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。そして長編み1目に対して長編みを1目ずつ編んでいきます。こちらの糸端は一緒に編みくるんでいきます。お腹部分は立ち上がりを含めて12目編んでいきます。お腹部分を12目編んできました。こちらには3目残っています。それでは2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を裏に返して2段目を編んでいきます。1つ目の長編みを飛ばして次の長編みから長編みを1目ずつ最後まで編んでいきます。2段目も立ち上がりを含めて12目になります。2段目が編めましたら3段目、4段目、5段目と続けて編んでいきます。5段目まで編んでいきました。ここから鎖編みが3目、そして背中部分のこのマーカーのついている立ち上がりの目に引き抜き編みをします。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。先ほど鎖編みをして残しておいた糸端にとじ針を通してこのお腹部分のマーカーのところにつなげます。
これで背中とお腹部分が鎖編み3目でつながったことになります。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。それではここからまたお腹部分と背中部分を続けて輪に編んでいきます。背中部分の右側の立ち上がりのところに針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。こちらの糸端は編みくるみます。長編み1目に対して長編みを1目ずつ、こちらの袖ぐりのところまで編んでいきます。袖ぐりのところまで編んできました。ここは鎖編みが3目ありますので、鎖編み1目に対して長編みを1目ずつ編みます。鎖編みの上の半目1本と裏山の2本に針を入れて、長編み、隣も同じ、長編みが3目編めましたら、お腹部分を12目編んでいきます。お腹部分を12目編んできましたら、またこちらの袖ぐりは鎖編み3目がありますので、長編みを1目ずつ3目編みます。3目編めましたら、編み始めのマーカーの目に引き抜き編み、これで1段目が編めました。次は2段目、鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。長編み1目に対して長編みを1目ずつ、立ち上がりを含めて42目編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、これで2段目が編めました。これでお腹部分は終わりにしたいと思います。長く編みたい方は3段目4段目と繰り返して編んでください。それではここから背中部分を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。さらに鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1、このように長編み1目に対して長編みが1、鎖編みが1を繰り返して、立ち上がりを含めて24目になるまで編んでいきます。立ち上がりを含めて24目編んできました。次は2段目、鎖編み2で立ち上がって編み地を裏に返します。次の長編みに長編み、この長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1、
次の長編みに長編み、鎖編みが1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後の一つ手前まで編んでいきました。最後の長編みと立ち上がりの目を2目一度で編みます。ここは長編み鎖編みが1、そして次の長編みは長編みの未完成、そしてこのマーカーの目も長編みの未完成。針にかかった3本の糸を一気に引き抜き、これで2目一度が編めました。次は3段目鎖編み2で立ち上がって編み地を裏に返します。次の長編みに長編み、長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1。これを繰り返してこのマーカーの一つ手前のところまで編んでいきます。マーカーの一つ手前のところまで編んできました。ここは長編みの2目一度編みますので長編みの未完成、このマーカーの目も長編みの未完成、3本の糸を一気に引き抜き、これで3段目が編めました。次は4段目繰り返しです。鎖編み2で立ち上がって編み地を裏に返します。次の長編みに長編み、長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが1、次の長編みに長編み、鎖編みが1。これを繰り返して最後のマーカーの一つ手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。ここは2目一度ですので長編みの未完成、マーカーの目も長編みの未完成、一気に引き抜き、これで4段目が編めました。次は5段目繰り返しです。鎖編み2で立ち上がって編み地を裏に返します。次の長編みに長編み、長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが1、長編み、鎖編みが1、長編み、そして先ほどと同じように最後の目も2目一度で編みます。最後まで編んできましたら長編みの2目一度で編みます。これで5段目が編めました。それではここから縁編みを編んでいきます。鎖1で立ち上がってこの長編みの足に細編み、細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じところに細編み、次の段に細編みが2、次の段に細編みが2、次の段も同じ細編みが2、次の段も細編みが2、そしてここから長編みの頭に細編みを1目ずつ編んでいきます。細編みは18目になります。18目編んできました。この段のところに細編みが2、次の段にも細編みが2、次の段も同じ
次の段も同じ、次の段も同じ。裾のマーカーのところまで戻ってきました。このマーカーのところに細編み、鎖編みを飛ばして長編みの頭に細編み、鎖編みを飛ばして長編みの頭に細編み、このようにして最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。これで本体部分が編めました。こちらの編み始めの糸端もとじ針で糸処理をしておきます。それではここからグリッターベールを使ってフリルを編んでいきます。かぎ針は7号です。4段目のこの一番端の長編みの足から編み始めます。左から右に向かって針を入れて糸をかけて持ってきます。こちらの糸端は折り返して2本一緒に鎖編み3目で立ち上がります。鎖編み3目目にマーカーをつけておきます。同じところに長編みが3目、そして次にこの鎖編みのところに長編みを4目編みます。4目編めましたら、次はこの長編みの足に長編みを4目編みます。4目編めましたら、今度はこちらの鎖編みのところに長編みを4目編みます。4目編めましたら、今度はこの長編みの足に4目編みます。4目編めましたら、今度はこの鎖編みのところに長編みを4目編みます。このように次はこの長編みの足、次はこの鎖編み、次は長編みの足、次は鎖編みに最後まで繰り返し編んでいきます。最後まで編んできました。この本体部分の4段目の一番端の長編みの足のところで終わっています。次にこの本体の3段目の鎖編みのところにも長編みを4目。そして3段目の足、一番端の足のところにも
長編みを4目。そしてこの3段目は飛ばして2段目のところに編みつけていきますので、2段目のこの鎖編みのところに長編みを4目。2段目の一番端の長編みの足のところに長編みを4目。2段目のこの鎖編みのところに長編みを4目。この長編みの足のところに長編みを4目。そしてこの鎖編みのところに長編みが4目。長編みの足のところに長編みを4目。次はこの鎖編みのところ、そしてまた長編みの足、鎖編み、長編みの足、鎖編み、このようにして最後まで繰り返し編んでいきます。最後まで編んできました。この2段目の長編みの足のところで終わっています。そしてこの下の鎖編みのところにも長編みを4目。そしてこの3段目の一番端の長編みの足のところに長編みを4目。最後はこの鎖編みのところに長編みを4目。これで最初のマーカーのところにつながります。引き抜き編みをして、もう一度糸を引き抜いて、ここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。これで裾のフリルが編めました。次にこの首周りのフリルを編んでいきます。こちらのお腹の真ん中の作り目のところに針を入れて、糸をかけて持ってきます。2本一度に鎖編みが3目。この立ち上がりのところにマーカーをつけておきます。同じところに長編みが2、鎖編みが1、同じところに長編みが3目、鎖編みが1、次の作り目に長編みが3目、鎖編みが1、同じところに長編みが3目、鎖編みが1、次の作り目も同じ
長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3。これを繰り返して最後まで1周編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。次にこの足を入れるところのフリルを編んでいきます。ここは鎖編み3目ありますので、この鎖編みの1本に針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖編み3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが2、鎖編みが1、次の鎖編みのところに長編みが3、鎖編みが1、次の鎖編みのところに長編みが3、鎖編みが1、そして次はここに3段ありますので、長編みの足のところに長編みが3目、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1、次の段に長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1、次の段も同じ、長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1。そして長編み3目の頭にまず長編みが3目、鎖編みが1、次の長編みの頭に長編みが3、鎖編みが1、次の長編みの頭に長編みが3、鎖編みが1。そしてこちらの段は5段ありますので、先ほどと同じように長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3、鎖編みが1、次の段も同じ、長編みが3、鎖編みが1、同じところに長編みが3。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編み、もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で糸処理をしておきます。反対も同じようにして編んでいきます。どちらも編めました。最後にこの襟ぐりのところに紐を通していきます。こちらのメランジトリコで鎖編みを好きな長さまで編んで、
作り目のところに通していきます。私は60センチぐらい編んできましたので、ここでカットします。こちらをこの作り目のところに通していきます。この時背中部分の作り目が8回ありますので、1,2,3,4 回と1,2,3,4 回に分けてここから通し始めます。最後まで通してきました。こちらの糸端は一度結んで余分なところをカットしておきます。これで完成になります。それでは全体のサイズを測っていきます。こちらの首回りから裾までは23センチ、胴回りは19センチ、首からお腹までの長さは18センチ、この足を入れるところの穴は11センチ、こちらの頭を入れる首周りのところは自由に変えることができます。お腹側の幅は10センチ、裾の幅の方は28センチぐらいになっています。うちのトイプードル3匹は 5.4 キロ、3.3 キロ、2.6 キロと大中小の子がいます。ちょうどこちらの大きさは 3.3 キロの M サイズぐらいになります。5.4 キロのためにこちらはここで1段増やしました。こちらの足を入れるところが少し大きくなって、裾が少し長くなった状態になっています。目数は同じです。どちらもメランジトリコを使っています。そしてこちらは 2.6 キロの子のために編みました。メランジトリコは少し硬い糸ですので、もう少し柔らかいアクリルの波太を使いました。そして小さい子や華奢な子はゴロゴロするので、こちらのフリルは編まずにこのままにしています。こちらの襟ぐりのところももう少しスッキリとさせるために、鎖編みと細編みだけの縁編みにしています。このようにいろんなサイズで編むことができます。段数を増やしたり、細い糸を使ったりして、お家の子に合うサイズを編んでください。本体部分には藍太から並太ぐらいの糸、フリル部分には中細やモヘアのような軽い糸をおすすめします。ぜひお好みの組み合わせで編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。